さあ、多動型の登場です。英語にとってこの多動型は非常に重要な形です。非常によく使われるのでしっかりと学習しておきましょう。この方は主語、そして動詞、そしてその後ろに目的語、ほとんどの場合これは名詞なんですけれども、それが置かれる、そうしたパターンです。目的語というのは動詞の働きかけ、動詞の動作、それの対象を表す、だから目的と呼ばれるわけです。つまりこの方は動詞による直接の働きかけが対象である目的語に及ぶ、加わることを意味する方なんだということ、しっかりと覚えておきましょう。 B の文を読んでいきます。 He read an interesting book というわけですね。 Read というのは読むというわけです。そして読む、そして後ろの an interesting book が読むの対象となるわけです。 an interesting book に read という行為、働きかけが加わる、そうした感触を持っている方、これが多動型というわけです。多動型は read あるいは paint のように読む、あるいは塗るといったその行為だけに限定されるわけではありません。 C の have のように所有権、所有が及んでいる場合も表すことができますし、 Mary knows know のように知識が及んでいる場合、そうした場合も表すことができるわけです。しっかりと覚えておきましょう。